メンバー入れ替えから数日後、公式戦開幕を3週間後に控えたこの日、ある地方の大会に向かった。そしてこの遠征で市船の真の強さを目の当たりにする。名門市立船橋高校サッカー部、この日チームは大垣市長杯に出場するため岐阜県にやってきた。全国の強豪16チームが集まり、予選リーグを勝ち抜いた4チームでトーナメント戦が行われる。この大会で市船の真の強さの秘密を目の当たりにする。強さの秘密その3、あえて壊す。市船のエースは2年生の高貴博。彼は試合前こんなことを話していた。個人としてはさっき言ったように今点取ることっていうのは変わりないんで、そこを追求していきたいです。その言葉通り、開始早々持ち前の得点力でゴールを決める。さらに前半24分、またもこう2年生エースがチームを引っ張り、強豪仙台育英を危なげなく下した。もう一人の注目は3年長藤歩。フォワードで起用されれば、そのスピードで相手のミスを誘い確実にゴール。サイドバックに入れば、センタリングから得点につなげるなど多彩な攻撃力を持っている。2人の活躍もあり、順調に予選を勝ち上がった市船。ところが迎えた準決勝、キャプテン椎橋がボールを奪われカウンターを食らってしまう。結局これが決勝点となり、市船は準決勝で姿を消した。重い空気が漂う。しかし監督は、うまくいかない方が、ね、この時期はいいので、はっきりとしたこう結果として負けたとかできなかったってことをもっともっと出させないといけない時期なので。全く答えていない様子の監督、実はこの大会にはある目論見があった。3日前のミーティングでのこと。まあ、ちょっと試合の時間をさせてもらってんだけど、今日からフォーメーションを変えます。ある程度サイオンさんで慣れてきて、ある程度やりやすさとか慣れているものが出てきたので、慣れを払拭したい。この慣れっていうのが一番打線になりやすいし、やっぱり新たな刺激を入れたいということも含めて、ある程度こうポジションも変えます。まあ、変えるとは言ってもオーバーピンするだけです。フォーバックの新たな刺激を入れたいと、フォーメーションを3-4-3から4-2-3-1に変更していたのだ。より戦術が複雑化して難しくなってくるから、高校生の君たちにできるかどうかっていうのは試しも含めて、で僕はこの春遠征は失敗すればいいと思ってるし、負ければいいと思ってる。負ければいい、一体どういうことなのか。常にこう尻上がりに上がるようなこう上昇気流をこう作ってあげないと、最終的にどうなってたいってことを考えてチームを作るから、最初からある意味固定せずに、最終的にこうやつがここ入ってほしいなと思えば、今力なくてもある程度経験させたりとか、ある程度バランスが崩れすぎずだけどこう崩しながらっていう形でやってますね。何があっても勝たなきゃいけない勝負になるので、最後選手権は。照準はあくまで王座奪還、そこへ向けてチームを壊しまた作り上げる。課
監督の方針に選手たちは必死に食らいつき、新たなフォーメーションでの戦い方を模索していた。監督は選手を信じ、選手は監督を信じ抜く。この熱い信頼関係が負けを勝ちへとつなげていく。市船の強さの秘密、それは自分と向き合い競争に打ち勝ち、勝つためにあらゆる手段を講じること。その根底にあるのはプライドかな、やっぱりね、うん、市船プライド、これこそが彼らの原動力。市船プライドを築き上げたのは布圭一郎監督。1983年に市船に赴任し、無名のサッカー部を名門と呼ばれるまでに育て上げた男だ。先代の布さんがやはり情熱を持ってやっぱりうちのサッカー部を全国レベルまで引き上げたという、その情熱を知っている我々 OB スタッフがやはりその情熱をこうやって引き継いだというか、市船を何とかしたいという思いを持ってやってるし、実は監督以外のコーチ陣も皆市船 OB。 10秒前、ナッシュだったら入る。その思いは現在の選手たちにも受け継がれている。市船に行ったっていうのは日本一の伝統だったり、そういうプライドっていうところを背負うもうどんなんだろう、まあ、小さい頃から憧れというものがあったので、市船はいつの時代も強くなければいけない。それが市船プライド。いざ日本一。